やってんだ。でもさ、今日も海外の人でもブルースリーみんな好きだから、
みっちゃん涙流してね、マジかいっぱいいたよ、よかったね。 ありがとうございます、嬉しい、すみません、それ見たかったよ。いやでも大道塾にね、ブルースリーありき、ありがとうございます。大道塾のブルースリーとブルースリーね、ブルースリーっていうか、ブルースリーのそっくりさんもろと大部屋もとき、鉄リーと呼んでいただければ鉄リーと。でもファンもいるんですか。少数少なからず、多からず、すごいマニアックな。お祭りとかも出るんですよね。そう山形の花笠祭りに結構連続で出てたんですよ。マジで最近もコロナでちょっとあれやった。コロナで一回やめてちょっと頓挫してるんですけど、でもそれで5、6回出てるんですよ。そのエネルギー今日爆発してたんです。そうです。じゃあ3月からあれでしょ、卵どういうことですか。卵しか食ってないんですよ。卵と納豆と豆腐みたいな。タンパク質で、タンパク質で、あ、そうね、パキパキにする。そう、油と砂糖は取らないみたいな。体に良くないんじゃない。大丈夫、いや、かなり体重もスルスル落ちて、48歳なのにスルスル落ちて、あれなんかさ、やっぱブルースリーってああいうことなんですか。筋肉多分バキバキにしてさ、バキバキがずっとやってるんだと思いますよ、ブルースリー。それが、いや、ほんとすごいなと思ったブルースリー。それをずっと続けてるっていう、バキバキをずっと続けてるっていうのが、いやー、すごいなと思います。いやちょっと待って、でもちょっと生で見れてよかったですよ。ありがとうございます。よし、今日は本当に稽古狭いのおかげで、稽古狭いで計らいで今日よくやれって言われました。本当に助かってます。最初に奥さんのね、ああいや、そこまで持っていくのが稽古先輩だったね。その、まあ、優しさがありましたね。よかったよかった、本当にありがとうございました。本当に助かりました。おーす、おーす。